YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。マリンバ奏者の門馬弘樹です。前回は手首、肘まで来て、今回は肩の動きをコンセプトに説明していきたいと思います。さて、肘のラインでこのように肘も90度に曲げて演奏している、ことはありましたけれども、じゃあ肩はどういう時に使うのかということですね。一度このように構えてみます。この肘のラインがどういう風になっているといいかというと、皆さん90度に肘を曲げてみてください。そうすると結構抵抗感あります。ここから脱力するとちょっとだけ手首が下に下がって、この90度の角度も多少緩やかになります。この状態で握るとこの3を作った時にへこむこのラインにスティックが当たることによって手首がまっすぐな状態になります。ブラブラと、そうするとまっすぐになりますね。こんな感じ、ね、でこの肘を回転運動しないとか後ろの方で叩かないっていうのを前回の動画で説明しましたが、じゃあ肘をギュッと曲げていいのかってことですね。ここからもっと高くしたい、ゆっくり演奏したいとか、強く高いところから演奏したいときに肘を90度以上曲げている人もいます。こんな感じです。不自然ですね。こんな感じ、不自然です。結構大変です。なので90度から曲げないでくださいね。90度から曲げるとよくここの付け根が痛くなる、テニス肘っていうねことになりますね、筋肉痛になりやすいです。なので90度から曲げないようにしてください。じゃあもっと高く上げたいときどうするかというと、今度は肩を使います。肩をねこうやって上げるわけじゃないですね、こうやって上げるわけじゃなくて、この肩をギュッと回転させながら肘を上に上げます。なのでいきますよ。手首をギュッと上げて、ここまで上げないです。ギュッと上げたら、ギュッと上げたら辛くなってくるので肘をちょっと曲げて、で高くなりましたね。でここからグッと曲げると痛くなるので、手首から肘を曲げて、ここから肩を使って上げていく、落とすと。で肩も、ある程度の高さありますが、こんなには上げないですね。まっすぐな状態にはならないで、多少こうフォームを意識しながら90度の形を保ちながら肩を下ろしていくっていう感じ、ね、皆さんもこの肩使って演奏できるかどうか確認してみてください。